おっしゃ、おら、キンタン、やってみっか。はい、というわけで今回もホールアウト4進めてまいりましょう。よろしくお願いいたします。まず今回はね、サムネイルでもあった通りですね、まあちょっと報告といいますか、嬉しいことがありましたのでそちらの方をお見せしたいと思います。どうぞ。はい、こちらですね、ファンアートの方を初めていただきまして、まあそのファンアート的なものを書いてくれている人は過去にもいたんですけれども、あの直接 DM でファンアート書きましたからって言って渡されて、これクオリティめっちゃ高ない、よくあるボルトボーイの絵みたいな感じで描いてくれている、もううちのその金丹の、まあ、最初の初期のイメージ、まあ今でもそんな感じやけど、ユーティリティカバーオールを着て、まあ、サングラスかけて髪型でと、もう俺のその金丹のキャラクターを再現して描いてくれたっていう、やばいねこれね。この報告はね、ちょ動画の中で必ずしたかったので、最初に冒頭にやらせていただきました。はい、さて今回の動画なんですけれども、またメインクエストの方を進めていく流れとなります。まあ基本的にはもうメインクエストをずっと進めていくっていう流れにしないと時間的に厳しいんじゃないかっていうのがまあとはいえそればっかりやってても仕方ないんで、今回はね久しぶりに皆さんお待ちかねホールアウトニュース撮らせていただきました。まあ前からやろうとは思ってたんですけどね、前の動画でも言った通りあんま自由に動けなかったので収録ができなかったんですよね。はい、なので一応今回からまた復活という形でそちらも楽しみに見ていただければと思います。ちょっと冒頭長くなりましたけれども、早速本編の方どうぞ。お前らに何らかの証を立てる義理はない。いやあるね、俺が振り返った瞬間いいす。はい、では今回も前回の続きから、メインクエストをやっていこうと思います。よろしくお願いいたします。パイパーのオフィスへ向かえと、まあその人造人間そのインスティチュートの、本拠地に今ショーンがいる、息子がいるっていうことやねんけど、まあちょっと場所が分かんないんで、まあパイパー詳しいやろうしパイパーに聞こうっていう、そういう流れです。はい、パブリックオーカレンジズ。あらあら、ニッキーバレンタインが珍しくこのオフィスに入ってきたよ。おったパイパー。何を言えばいいのやらパイパー、あんたと俺と不運が古い下水管を流れる三星雨のように一緒になって流れていくようだ。その例えにはここにいる依頼人も入ってるの？それで二人してこの事件にとうとう私を引き入れようって言うんだね。どういう話？まあ、馴染んでるなほんまに。もうパイパーといえばこれやもんね。もう馴染みまくってるもんな。え、何？いや、助けが必要。普通に助けが必要なんですよ。助けが必要だパイパー。うん、ケロッグという男に息子を誘拐された。だが話はそれだけじゃない。奴はインスティチュートと組んでいた。それでショーンはあいつらに引き渡されたんだ。その通り。インスティチュート？うわ、インスティチュート詳しいやろ。この気味の悪い話を調べて1年以上になるの。連邦のお化けね。誰からも恐れられ憎まれている。ああ、でも1年も調べてねんな。時には真夜中に人をさらう、時には古い人造人間を置き去りにして奴らがそこにいると思い出させる。でも今日に至るまで誰もよく知らないことが一つ。インスティチュートが本当はどこにあるのか、あるいはどうやって中に入るのか。その通り。でも知っている人が一人はいるはずでしょ。ショーンをそいつらに渡した人間が。ケロッグか。ふん。おう、まあ、ケロッグ、まあまあそうやな。そのケロッグやったら、まあインスティチュートの場所知ってたんちゃうかってわかりますけど、彼はアクセスできたはず。まあそうやな。だってそのショーンがインスティチュートにいるっていうことは、そのケロッグが、ここで関係あるものとして思いつくのは、はい、すいません。なんでしたっけ。ケロッグがショーンを連れ去ってインスティチュートに連れてったってことは、繋がってるのは間違いないし、まあ人造人間持ったしね。はい、彼はアクセスできたはずや。あの手の人間はアクセスできたはず。入るのも出るのも。そうやな。だがその角度から見てもうまくはいかない。それで殺し屋の誘拐犯は復讐に燃える親に脳みそを吹っ飛ばされたわけね。これで連邦最大の謎が残っていなければ素晴らしいエンディングだったのに。後悔している、これからは何を。あ、でも後悔しているっていう選択肢選んだことないな。ここ後悔してみる。一回ちょっと後悔しよう。怒りに身を任せてしまった。とにかく死んで欲しかった。とにかく死んで欲しかった。なんてことをしてしまったんだ。脳みそを吹き飛ばされてる。うん。脳みそだ。そんな男はもういらないよな。ニック、言ってることがおかしくなってるよ。古いサブルーチに欠陥があるんじゃない？いいか。グッドネイバーにメモリーデンと呼ばれる場所がある。うん。心に残る過去の記憶を、それが起きた日のようにはっきりと蘇らせてくれる。死んだ脳に記憶に隠れた心を歌わせることができる人がいるとしたら、
ドクターアマリだ。ドクターアマリ。まあ、ちょっとこれ後で説明するけど、一応その何？そのケロッグを調べるっていう、そういう話にこれからなってくる。ほんまにあの、ケロッグっていう男とはっていうのをね、調べていく話になっていくはずです。はい。ドクターアマリとは？ドクターアマリとは何者なんだ？彼女の反省は直接語らせるよ。今はこっちに集中しよう。うん。ケロッグの脳の一部が必要になると思う。十分な量の開発室をアマリに持って行って、これがうまくいくかどうか確かめてみよう。まいったな、ニック。気持ち悪い。本気？嫌な話なのは承知だが、他に選択肢があるか？何の手がかりもない。全くだ。あの傭兵の脳に知りたい秘密が全て詰まってるかもしれないんだぞ。全員で連邦中を駆け回るわけにはいかない。で、誰が一緒に行くの？ドクターアマリに紹介するなら、どっちにしろメモリーデンに行かなきゃならない。だが一緒に行きたいならそう言ってくれ。ああ、どっちを連れて行くかか。どうしよう。でもな、どうしよう。パイパーもね、割とお腹いっぱいやし、ニックもね、ニックはちょっとあの違う話でまたちょっと活躍していただきたいところがあるんで。まあでもそのどっちか連れてた方がいいよな。じゃあもうパイパーやな。パイパーと行く。向こうで会おう、ニック。わかった。気をつけてな。心配するな。お前の息子は取り戻す。あと少しだ。今のまあね、今のパッて見たんだよ。OK。これでパイパーと一緒に行く流れになったと。で、何話してたかっつったら、あのね、この所持品の、まあまあ知ってる人がほとんどだと思いますけど、この前さ、手に入れたやん、なんかいろいろ。これサイバネティックシリーズ。サイバネティックブレインオグメンター、ペインサプレッサー、リムアクチュエーター。これね、これがね、これが一応脳みその一部なのよ。で、まあ、こんだけ科学技術がね、その発展している世界なんで、いったらこの脳みその一部からケロッグの記憶を引き出すっていう。まあ、ちょっと気持ち悪い話ですけど。それをやりに行くと。で、それができるであろう人物がドクターアマリって、そういうことです。はい。で、それを今から、パイパーと一緒にやりに行くっていう。もう、決まってるね、パイパー。部屋の中でも脱げへんのね、それね。やっぱこだわりが強いね。やっぱ宇宙への憧れというか。うん。あのね、いろいろ考えてね、そのパイパーね、お前に似合う、家もね、いろいろ考えてんねん。でもやっぱ飛行船がいいかなと思ってんけど、なかなかね、飛行船って難しいの、建築的に。あ、いやいや、ごめん、ちゃうねん、その、ごめんな。いや、ほんまに。いや、怒らんといて。違うね、難しい。ちゃう。宇宙船作ろうと思ってる。その、宇宙に関係するものは作ろうと思ってんねんけど、パパ聞いてる？ちゃ、ほんまごめんって。いや、作ろうと思ってるんで。で、難しいね。なかなか、ホールアウトの建築って。だから UFO とかも考えてんけど、UFO やと宇宙人やんか。外から来る。タバコ吸い出して。ちょ、ほんま、ごめん、じゃあ宇宙船作るから、作ります。すいません。はい、すいません。作ります。必ず。申し訳ございません。さあ、それではドクターアマリと話すって、まあさっき言った話しに行くんですけど、この場所がね、グッドネイバーってとこにいけど、このグッドネイバーも、そのまあダイヤモンドシティ的な感じのちょっと大きい街なんよ。で、ここはここでね、すっごいいい場所なんで、ここはぜひ行きたかった。だから行きましょう。うん。一番近くパークストリート駅からファストで行きます。はい、じゃあグッドネイバー探して進みましょう。ありがとうございます。結構ね、その話の流れ的にさ、行かなあかん場所とかその時いない人とかいろいろあるんで、まあ、とっとといろいろ進めないと結構自由に動けないところがあるんで、グッドネイバーはね、早めに行きたかったのよ。脳みそをぐちゃぐちゃにしてやる。ちょっとスーパーミュータント相手するのめんどくさいんで行きます。もうさよなら。あった、グッドネイバー右。もう目の前やん、これやん。まあ、これもまあそのダイヤモンドシティ的な、まあまあそのコミュニティが作っている場所なんですけれども、ちょっと戦ってますけども、入りましょうか。失礼します。確か仲間にできるやつも2人ぐらいおったんかな。うん、なんかそんな覚えてるわ。フォールアウトニュース。連邦における BOS の活動拠点ケンブリッジ警察署にて不審者による暴行事件がありました。昨夜未明、警察署内に不審者が侵入し、腕立て伏せをしていた BOS のナイトリースさんを複数回にわたり激しく暴行。目撃者の同じく BOS スクライブヘイデンさんの介入により不審者は姿を消しました。リースさんは現在警察署内で治療を受けているとのことです。ヘイデンさんによれば、不審者は西部ロードを繰り返し最低でも5回暴行を加えていたとのことです。不審者は肩に特徴的なアーマーのついたジャケットを着用し、俺はケロッグだなどと叫んでいたそうです。ヘイレンさんに話を聞きました。
突然大きな爆発音が聞こえて飛び起きてフロアに向かったらリースが腕立て伏せをしていたんです。不審者は何度も彼のお尻を銃で撃っていました。大きな声でやめなさいと言ったんです。すると彼は消えました。そうです。消えたんです。そしたらまた最初と同じようなことがあって、すいません、これ以上はわかりません。多分ケロッグって名前だと思います。BOS は極めて悪質な事件として明日にも調査を開始する見通しです。それはすなわち戦争になることを意味する。これほどの力を自由にできるというのになぜ犠牲する必要がある。また一部では金丹教の教祖金丹にそっくりだとの声もありますが、金丹さんは容疑を否認しています。以上午後のニュースでした。はい、こんにちは、失礼します。おー、グッドネイバー、久しぶりに来たよ。そこで止まれ。あ？グッドネイバーに入るのは初めてだな。はい。保険がなければ歩き回ったりできないぞ。ムカつくクソったれを遠ざけるタイプの保険じゃなきゃ興味がないね。なあ、そう言うな。提案したものが気に入りそうだと思ったんだよ。何？ポケットの中身を全部出しな。え？そうしなきゃ事故が起こるぞ。大きな血みどろの事故がな。あの、自信満々に喋んのいいけど、死ぬの自分やで言っとくけど、俺に喧嘩あったら。この門を通った奴は客だ。うわ、ゆすりはやめるんだ。ハンコック、また会えて嬉しいよ、ニック。あ、ニックもおる。ハンコックか。何を気にしてる、こいつは仲間じゃないだろう。市長に対する愛はないのか、フィン。市長が通せと言っているんだ。甘いぞ、ハンコック。よそ者を通し続けていたらいつか新しい市長が立つことになるぞ。おい、話しているのはこっちのことか。では言わせてもらおうか。さあ、どこかに行ってそう言ってみたらどうだ。悲しませやがって。ハンコックかっこいい。兄ちゃん。ああ、大丈夫大丈夫だよ。大丈夫大丈夫。おお、その顔は何？顔が何かあった。気に入ったが。セクシーでゾンビの王者みたいな見かけになってると思うぞ。女性受けはいいんだ。俺はグールってやつだ、わかるか。こういう放射能の化け物はこの辺にうようよいる。だから次はそういう質問はオブラートにくるむべきだな。グッドネイバーは人民による人民のための場所だ、わかるか。誰でも歓迎される。わー、ハンコックかっこええ。渋すぎるやろ。なんやろな、この声優。はい、この人は今言ってる市長。このグッドネイバーの市長。だからあの、ダイヤモンドシティでいうところのマクドナルと同じ立ち位置の人ね。まあでも全然雰囲気は違うけどね。皮肉しか言うてないな、俺。いやでも皮肉たまにめっちゃおもろいからな。そう。全部わかった。全部わかったの？目真っ黒やね。なんかチョコレートみたいな目してるけど。皮肉を言う。人民による人民のための、はあ、兄弟。もう気に入ったぞ。この町を第二のふるさとだと思うといい。誰が責任を負っているか覚えている限りな。うわ、なんかもう最後に深いこと言われたよ。はい、だから変なことしたら殺すぞってことね。でお前やフィン、本当に動きが悪い。いや殺されたな。だから俺にゆすりかけようとして市長と口論になって市長が殺したんや。かっこええ。こちらが持っている方がいい。おう、パイパーは？あれ？パイパーどこ？パイパー見てない。パイパー何してんの？パイパーまだ戦ってんの？パイパーもう大丈夫だよ、街の中から。もう戦んでね。さあ、やってきました、グッドネイバー。ちょっとじゃあ、まあ、ダイヤモンドシティではやってなかったですけど、ちょっと観光じゃないけど、ちょっと周り見ていこうか、いろいろな、ここはちょっとさすがに。好きなのよ、ここ。こんにちは、流れ者。よ、おい。渋いな、お前お前で。あんたは？あんたも流れ者？流れ者は何にも話してくれそうにないね。お前は自警団。BOS はグッドネイバーに近寄らない方がいい。それだけだ。いや、俺 BOS じゃないんで大丈夫です。はい、ありがとうございます。デイジーズディスカウント。あー、なんか、安いとこ？デイジー。すみません。あら、新顔さんがお店に来てくれたんだね。叫び出したりしないし、とっても礼儀正しい。好きなものがあったら教えてね。あ、この人もグールやな。みんな自分を見て悲鳴を上げるって言ったか。いや、言ってない。そうだよ。言ってない。新しく来る人にはグールを見たことがない人もいるからね。ほら、優しそうな顔ができないし。いや、もう全然優しそうな顔してはるよ。何もいらん。また今度。あ、この人もグールや。普通の一般市民というかね、その重要キャラじゃなくてもグールおんねや。いや、
キルオア・ビー・キルドには言ったか？いい武器があるぞ。キルオア・ビー・キルド。あ、これか。キルオア・ビー・キルド。ガンズ、ガンズ、ガンズ。あ、パイパーも見てんの？もうすげえロボットやん、ここ。そう、おったな、こいつ。KLEO。こんにちは。あなたがお店の主人ですか？さあ、いらっしゃい。ここにあるものを使えば、思い通りに怪我をさせたり、重傷を負わせたり、殺したりできるって保証するよ。私以外ね。誰だ？何なんだ？女だよ、お客さん。わからない？ああ、もちろんそうだ。ただ、金属板でできてるだけで、ロボットなんだろ？とても女らしいロボット。なんでそんな動揺してんの、キンタン。現代人に様々なセキュリティ関連のタスクを提供するために設計されて、あ、正直に言ってくれた。実行時の結論。自分のために働けるのに、なぜ人間のために働くのか。新たな名称、KLEO、クレオ。完全に独立した小規模事業主。そっちにとってはロボットで十分なんだ、話し上手さん。さて、何を買っていく？いや、お前の方が話し上手やわ。ああ、クレオね。名前はクレオっていうのね。へえ、よろしくね、クレオさん。アサルトロンなの？アサルトロンなのか？作ったやつからはそう呼ばれてる。でもこっちにとって重要なのは女だってことだ。あ、女がいいんや。あと、とてもでかい銃を売ってる店を経営してるってことだね。それで何にする？へえ、面白いね。もうちょっとね、会話してみただけでももう、あ、ここ普通のとこじゃねえわっていうのがわかるっていう。まあまあ別に慣れてきたら普通のね、街やねんけどな。個性的でおもろいの、ここ。ここ好きや、俺。ここ好きや。そう、で、この上、あ、ハンコ来る。演説あるんちゃう？始まらへんな。ちょっと演説始まったらすぐ行くわ。なんか、ここでね、確か、ハンコクがなんかね、演説してくれんね。それがね、またおもろい。あ、まあでもさっきクエスト行くか。これね、メモリーで。ここにね、何だっけ、ドクターアマリっていう人がいて、まあ、その人がそのケロッグの脳みそを調べてくれるんやけど。パブリックオカレンシズのパイパーライトです。あ？グッドネイバーを最近本当に仕切っているのは誰なんですか？誰がこの怪しげな避難所を管理しているんですか？目の前にあるじゃないか。じゃあ、権利を売るからさ。100キャップだ。もうそれややこしいの、もう相手せな、もうパイパーもうあかんで。全然楽しむのはいいけど、なんかちょっとなんか取引持ちかけられたりとかさ、そのややこしい、俺責任取れへんからな。やめて、そういうの。っていうか、え、何？すごいな。え、そのさ、パイパーのその、顔のやつ、なんか風景映り込んでない？すごくない？でもなんか映り込んでる風景違くない？え？怖っ。ホラーやん、お前。まあね、いろいろ行きたい場所あるけど、お、これ何？ホテルレックスフォード。ホテルか。いや、こんなん入ったら長なりそうやな。後にした方がいいかな。後にしとこ。後で見るわ。後でじっくり見る。ちょっとメインクエストさっき進めよう。あ、この人なんか個性的。流れ物。あ、でも、モブなんや、あんた。すごいね、個性的やのね。かっこいいピップボーイね、お兄さん。売らずに置きなさいよ。ありがとう。いいね。ガールズ。このポスターもいちいち凝ってんのすごいよな、これ。こういうセンスマジで欲しいわ、まあ、俺が書けるようになるとか、そんなん無理かもしれんけど、なんか、これデザインがね、すごいよね。はい、じゃあ、入ります、メモリーで。ケロックの脳みそを調べようのコーナーですね。失礼しまーす。一応その、バーみたいな扱いなのかな、ここは。はい。絵が飾、あ、誰やろ、これ。絵が飾ってる。あらあら、ミスターバレンタイン。お、なんか話してる。私のことなんか忘れたと思ってたよ。イルマ。たとえメモリー殿から出て行ったとしても、君を忘れることはないよ、イルマ。え、何、ロマンス？まあ、あまりはしたよ。あなたまず誰？そのソファーいいな、なんか。あまりを探してるの？下にいるわよ。ありがとう。このソファーいいな、なんか。なんていうのこれ、肩掛けっていうのこれ。いいし、あんたのその服装がいい。その服欲しい。それくれへん。それママに似合うと思うね。あ、でもママって装備。いや、ママ装備変えれるな。話し合いの余地はないね。あ、殺せない。なんかでもこの服手に入ったような気がすんねんけど、殺せへんのか。ってことは取れない。あ、スリかな。スリスキルを上げないといけないのか。すいません、お騒がせしました。あれ、終わった？あまりのスリ。スリ、イルマのターミナルキャップ。あれ、こいつの服盗めへん。あ、でも、盗めないけど、スリスキルが上がると着てる服を盗めるってのがあるのよ。
それ使ったら盗めるかな。ちょっとごめん、この服はめっちゃ欲しいわ。この服めっちゃ欲しい。はい、すいませんでした。ロードさせていただきました。まあまあ、この服いつか、てか、スリスキルも上げなあかんな、これ、スカイリムでもやってたけど。スリやりたいわ、絶対おもろいやん。お、ニックが案内してくれんの。どっち連れて行くんだけど、結局二人とも来んねんな。失礼します。あ、この人？あまり。ええ、儀礼的な訪問じゃないんですよ。こんにちは。あ、普通の人や。記憶の抽出とは、ニックに説明させる、ケロックの記憶について。記憶の抽出とは？脳から記憶を抽出できると聞いたんだが。普通は依頼人には自分の記憶を体験することしか許可していないんだけど、どういう要件？深く掘り起こしたいんだ、あまり。だが簡単じゃない。悪党ケロックはすでに床で冷たくなっている。二人とも頭がおかしいの？死体の冒涜を依頼していることを別にしても、記憶シミュレーターを機能させるには無傷の生きている脳が必要だってことは分かってるわよね。これは単なる事実だが、死体はすでに冒涜されてる。この死んだ脳にはインスティチュートの知識が詰まってるんだ、あまり。連邦最大の科学の秘密が、そっちにも必要だろうし、こっちも必要としてる。そうそう、インスティチュートの話ですよ。わかった。見てみましょう。見てみて。でも保証はできない。もう、持ってきているの？フランケンシュタイン博士みたいに言ってくれないか？イゴール、脳を持ってきてくれ。いいえ、言いません。今持っているの？怒られたやん。皮肉言った、怒られたやん。ちゃんとした皮肉言って、せめて俺が笑える皮肉言って、ちょっとわからなかった、今の。ああ、どうぞ。見つけられたのは、これだ。これは何？脳じゃない。これは。よう素手でそんな触るな。待って、それは海馬ね。そしてそれにくっついているこれは、神経インターフェース。海馬。この回路は恐ろしく見覚えがある。驚かないわ。今まで見たインスティチュートのテクノロジーはどれも似たような構造だから。あ、でも確か海馬っつったらその記憶を司るとか言われてるよね。ニックに互換性はある？え、どういうこと？ニックに互換性。え？続けて。やってくれ、ドクター。ミスター・バレンタインは古い世代の人造人間よ。だけどインスティチュートのテクノロジーはそこから変わらない。彼に脳を移植できるはず。あ、ニックに脳を移植すんの？ものすごいリスクよ。そらそら。彼の脳に別なものを接続する話なんだ。え、大丈夫な？心配しないでくれ、アマリー。どうせ保証期間はずっと前に過ぎているんだから。いや、かっこよすぎるよ、ニック。え、そんなんだって、だからニックにその海馬取り付けて、それを媒体にして見るみたいな。え？次はあんたをトースターに埋め込もう。そうすると、新鮮なトーストの出来上がり。頭に異物を押し込まれようという時にまで人を出しにして、新たに笑いを取る恐ろしい方法を見つけるとはよくやる。いや、ほんま今日金太ひどいよ。もうちょいまともな日に行くよ。ほんまにひどいから。腰をかけて。年寄りでごま塩頭の傭兵みたいにまくし立てたら、はい、俺を止めてくれ。いいか？さてと。いや、すごい。ニックがその名に。うわぁ、それ、ニックに埋め込むってこと？ずっと話していてほしいの。認識機能のわずかな変化が危険になりうるから。どう？何か違う感覚がある？その手でようできたな。動かなくなった。どういうことか、さっぱりわからない。あの手なんだ。これを恐れていたの。記憶の痕跡が高度化されている。インスティチュートの最後の安全装置のようね。移植された記憶にロックがかかってる。ああ、ロックがかかってる。ニックは大丈夫？ニックは大丈夫か。ええ。接続は安定しているみたい。終わった時に移植したものを取り出すのも、これくらい簡単だといいんだけど。あ、とりあえずもう接続はできたんだ。それでは今の問題を回避できない。記憶の暗号化が一つの心には強すぎる。もし二つの心を使ったら、あなたもミスター・バレンタインもメモリーラウンジに読み込ませる。あなたの認識機能を並行して走らせるわけ。彼はホストとして機能し、その間にあなたの意識が何であれ見つかった記憶を通り抜ける。うん、まあちょっと専門的すぎて何言ってるか全然わからんけど、まあ俺とニック両方の脳みそ使えばその記憶が見れるんじゃねえみたいな、そういう話を今されました。ニックと二人で一つの心をシェアする？彼の恥ずかしい姿を見ることにはならないよな。口先がうまいだけで問題が解決できるなら、お前の息子はもうとっくに見つかっているはずだ。もう金太喋らんでええよ。いいえ、その心配はない。アクセスすることになるのは移植された脳の記憶だけだから。まあ、とにかくやろう。よし、始めよう。そこに座って、そして指をクロスさせて祈ってね。指を、さっきの、おお、ニック向こう側で会おう。さっきのさ、
さっきのあまりの指おもろすぎひん。あの指動かなくなった。どういうことか。あれでよつけれたな。気候やないんやから。おお、すごい肉入った。すげえ。だこれが言ったらその何、記憶を呼び起こす。だからほんまはこういうのはまあまああるみたいねんけど、まあ本来は普通に人がただ入って自分のこの思い出みたいなのをこう思い出すみたいな、そういうものらしいねんけど、まあ今無理やりその持ってきたそのケロッグの脳みその中の情報を見るために俺とニックで力を合わせてみたいなことやねんけど、さっきから気になってこれ取っていいの？あ、ありがとう。ちょっとさっきもらっとくな、これ。ごめん。なんか気になってね、さっきからこれもらっていいんかなみたいな。これありがとうね。すいません。お、ロブコファン。完璧だ。まあいろいろもらうもんだけもらっといて。これさ、おい、パイパーに入れって言える？あれを調べに行け。できればやりたいけど、無理。だからやらない。子供か、お前は。いや、これだから今からそのケロッグの記憶を体験しに行くわけやろ。すごいことになってきたな。あ、パイパー来てくれたよ。異色脳とホスト間における脳配送を開始。脳配送。異色脳から記憶活動の信号が出てる。弱いけれど、そこにある。見つけられた中で一番強い記憶をあなたに読み込ませる。それは安定しないかも。待ってて。さあケロッグの記憶の中へ入っていきましょう。